イメラジオ第四千九百十四回。今日は令和五年四月十七日月曜日です。時刻は午前八時。横浜港北晴れた春の朝となりました。街が白く輝いていますね。今日は街が白いですね。新緑も日の光を受けて生き生きとしてきました。 お日様が出てきました。さて4914回目の「夢ラジオ」今回は大津さんからの反論こんなタイトルでお話ししましょう大津さんからの反論ですね立花党首をはじめ48党執行部から大津から まあ、ボコボコに言われている大津さん家でシューンとしてんのかなと思いきやこのお方も意気健康 <laughs> この辺はもう見習うべきですねもう黒川さんといい大津さんといい48と追い出された方々はの追い出されても何のそのとまあこのバイタリティというかメンタリティの強さは まあそこだけ。でその大津さんなんですけどなんとというべきか大川博さんと今ひっついてるみたいですねひっついてるというのは政治的に。この2人に一体どういう接点があるのかなとは思うものの今博さんは橘隆とさんは 対立するる関係にあるようで、同じく橘さんと対立関係にある大津さんと歩みを共にできるというそういうことなんでしょう。ひろしの経営しているバーに今もうどうなっているのか分かりませんが橘さんが行ってひろしと喋るそんな時もあったんですよね昔は。 でしかも広ロが今やってる「カルト宗教から国民を守る」党って立花がやってた「NHK から国民を守る」党のパクリですよねだから私はてっきり立花さんと広ロさんはうまくやってんのかなと思ってたんですけどいつの間にかここはあの手切れになっていてそしてその広ロさんの街頭演説に 大津彩香が参加するというもうしっちゃがめっちゃかな状況になっているようですね。しかもこの街頭演説にはあの同じく48党で世田谷から出るっていう女性もなんか参加しててだこれって48党への反党行為になるはずなんですけど、まあ、大津さんはもう。 腹くくったからいいとしてこの世田谷女子はどうなんでしょうねまだ「48島から出るって言ってるはずなんですけど大津彩華と一緒に広志の街頭演説に行ってるまたこの広志と大津彩華はなんか対談もやっててで橘さんの こといいろろ喋ってますね大津さんとしては今も自分が当主ですと。で、公認権も自分にあるんです。48島の公認権も自分にあるんです。これは法的には大津さんが言ったらこれ正しいと思いますよ。今、銀行口座の政党助成金の話がクロスアップされていますが、 まあ,あんなお金は何とかなるにしてもこの大津さんが今も党首で公認権を持っているいや公認権どころか党の運営権は全部自分が握っているっていった場合実はそれが正しいんですよ。法的にはそれが正しくいくら立花が総会であの決めて大津さんを解任しましたとかあれやっても大津さんがいや自分にはその党首としての資格がありますよと。 言えば、そっちの方が通るんですよね、法的には。で、大津さんによると、立花さんは。もう党の役職とは関係のない、一般人、党員でもないって言ってたかな。だから。まあ、ズバリフォーティエイト党を、大津さんが乗っ取ってるという、そういう。認識なんですね。大津さんサイドから見ると。 ただし今の48党の,あの職員含め誰一人大津さんについていくとは思われませんがけれど法的にはというか建前はそうなんだそしてその48党の職員さんがみんな立花さんの影響力にあるもういろ大津と広市で ゲスはなことも言っていて、ちっとこの夢ラジオではご紹介するのはやめておきましょう。ご興味ある方はこの大津弘の大津さん弘しさんのなんかおしゃべりなさってるそういうの動画が上がってますから、ご覧になる方はご覧になってみてください。まあいろいろ言ってますよ。それは本当なのかもしれないし、まあ大津さんはどうかしないけど。 広志はこれまで嘘ばっかりついてますからどこまで本当のこと言ってるのかは分かりませんまあこうなった原因は何度も言ってますけど立花党首にあり立花さんが全部代表権を大津さんに渡しちゃったからこうなったんだね。そして大津さんは 2億円の提示を受けてても、これは橘が言ってました。2億円お出しするから返して2億円じゃ嫌よと別にそれは3億円4億円お金の話じゃないみたいだだから立花は最後の最後はね大津も黒川も金で動くと思ってるようですところがご両名もに金では動かんぞと 特に黒川に関してはたとえ自分が金に困ってても金では動かんぞとだから立花はね黒川君あの交渉しようよって君お金に困ってるんでしょとかなんとかって、まあ、言ってましたけどそこまでなめられたもんでもないというか黒川にも意地があるとで結局大津さんの主観から見れば 48党は大津さんの今大津さんをトップの党でありで大津さんからすると職員の給料が払えないのはまずいから大津さんからいろいろアプローチしたのに全部大津さんからのアプローチは断られたあるいはあの返信がなかったこれもあの大津さんが本当のことを言ってるのかどうか分かりません本当かもしれないしそうじゃないかもしれない。 で48島の立花斎藤あたりはこちらからつまりあの48島の方から何回大津さんにこうアプローチしてもあの,のつぶてでしたっていうだから正反対のこと言ってるのでどっちを信じていいのかは分かりませんどっちかを信じるってことこはできませんまあでも大津サイドから見ればあの職員の給料が払えないと困るからそれについて何かしよう思ったのにあの駄目よと。 なんか拒否されちゃったとそして神奈川県知事選挙もちゃんと選挙運動をやりたかったのに立花さんが選挙運動をするなとか,大津,さんとか大津と関わるなとか、まあ、言われて結局できなかったそして今目黒の居住実態に関しても目黒に住ん,で住んでましたと言ってますね大津さんは。けれどなんかその目黒の住所がさらされたかなんかで。 もう今、目黒の住所にはちょっと事実上行けなくなっているとただ本拠地は目黒だったんですいうふうにったで、言てありますね。でこれもあの48島執行部のお話つまりあの連絡がついたのはいつも港区の方で目黒区の方に何か送っても住所に何か送ってもそ,のそれが届けられないというそういう連絡ばかりが来ましたとか。 といったあの発信場所が港区ばっかりじゃないですかというあの48島執行部の主張と大津さんのずっと目黒に住んでましたっていうそれは真こ向から対立しこれもどっちが正しいのか全く判断はできません。要するに泥試合とということですね48島は大津さんが 今回の知事選で15万票取ったと6数歩選挙運動もしてないのに15万票取った、まあ、この結果から見ても実はあの可能性を秘めたつまり女子の政治参加を促そうという立なの理念はあの成功を得ていたものなのですがいかんせんあのこのごたごたずっと続いてる終わるもう1か月ぐらいになろうとしてるこれだんだんとまだ終わらない。 さんはもうこのままずっとずっと長引かせるところに思ってるようだでこんなことをやっていると48党としても選挙戦にも何もならないあるいは NHK 党としても選挙戦にも何にもならない非常にマイナスであの非常に何て言うかあの不利になってきますね。 橘さんとしてはあのお金も含めて誠意を持って対応しようとしてるようなんですけどその橘さんの改革誠意っていうのが大津そして黒川あたりにはまるっきり通じずそしてそこにあの広シも出てきてなんか橘花叩きをやってるというそういう状況ですね。 オンパレードでさっきはあのご興味ある方はと申しましたがこの夢ラジオを聞いてあ,あバカなことまたやってんだなということでそれであのスルーされてもいいかなと思いますただ後々何が起きてるのかわからないってことがないようにまあフォローだけはしておきましょう夢ラジオ4914回今回は大津さんからの反論月曜日です